はい、それではここからはですね、今日の後半であります極限値と連続関数の話に入ります。教科書は126ページの下の方ですね、から入っていきます。まずその極限値を考える際には、この点列っていうのを考えていきますので、この点列を定義します。で、この点列というのは、このような記号で書くんですけれども、P1、P2、点点点点と結ばれる記号の列でして、この Pj はこれ、全部これ、今は R2 で考えていますから、R2 上の点ということにします。で、こういう点を並べた列を、点列と言います。で、ここでその、R2 におけるその点列の収束の定義をします。これが126ページ、教科書126ページの一番下の方ですね。で、その定義なんですけれども、Pj を点列としまして、で、A というのを、R2 のある点としまして、その座標を AB とするときに、この点列 Pj が A に収束することを定義ですね。どういう定義かっていうと、この J をどんどん大きくしていくと、この Pj と A の距離がゼロにどんどん近づいていくということを言います。これ極限値で言えば、Pj と A の距離の極限値が、J をこうどんどん大きくしていった時の極限値が、ゼロに等しくなるということを言います。で、このことを、記号では、 A イコールリミットの J アプローチスとインフィニティの Pj とかですね、あるいは J が無限大に飛んでいた時の Pj は A に近づくと、こういう記号で表します。ですので、この R2 における極限、点列の収束の定義っていうのは、実数におけるこの距離ですね、距離がゼロに近づくということで、実数列の極限を持って定義されているということに注意してください。で、この時点 A というのを Pj の極限点と呼びます。で、あと、基本的な性質として、もし Pj がですね、A がこの Pj の極限点であった場合に、これそれぞれの座標に関しても、A は xj の極限点になり、極限値になりまして、あと B も yj の極限値になるという点にも注意しておいてください。で、例えばですね、例としまして、これは Pj というのが、J 分の1とマイナス J 分の1というふうに定めた点列でして、で、A が0、0ですね、原点の時に、この Pj と A の距離を出してみますと、これはルート J の2乗分の2になるわけですね。J 分のルートになりますね。で、これは J を無限大、どんどん大きくしていった時に、0に近づきますので、この場合の点列 Pj は A に収束するということができます。はい、それから、命題ですけれども、Pj を先ほど定義した点列としまして、あと A を R2 の点とするときに、次のことが成り立ちます。場所はですね、127ページの問いの4.3ですね。一応、問いの4.3はこれを証明しなさいという命題ですけれども、一応この命題として紹介しておきます。まず、その A が Pj の極限点であるならば、この A というのは、D の平方に属するというのが一つ目の性質です。で、それからもう一つの性質は、D に含まれる任意の点列 Pj に対して、Pj が、これ Pj が A に収束するようなですね、点列があったときに、このときにこの A が D の限であるならば、D は平集合であると、そういう性質もあります。はい、ということで、ここまででだいたいその、関数、その点列の収束とか極限とかっていうのをこう議論する上で必要な道具立てがだいたい揃いましたので、ここからようやく多変数関数の定義に入っていきます。教科書ですと127ページの真ん中ら辺ですね。まず、D を R2 の部分集合とするときに、F が D で定義された二変数関数であるとは、その F っていうのは D の各点 P に対して、
そのある実数 FP をただ一つだけ対応づける規則であると、まあ、あの直感的に意味を思い浮かべれば大体お分かりになるかと思います。でこういったあの多元数関数においてこの D のことをですね F の定義域と呼びまして、で一方でこの、D の点 P に対してこの FP が取る値の範囲ですね、これを F の地域と呼びます。この辺は大体一変数関数の場合と同じあの用語の定義です。でさらにこの今定義しました F とですね、それからあの D のある点 P に対してこの R3 の部分集合ですね、 X と Y と FXY っていうあの点の組みで、この XY があの D の中を動かした時の集合ですね、これを F のグラフと言います。ですので、例えばあの D がですねあるその R2 のある領域であれば、この F の値、XY と F の XY の値っていうのを集めたものっていうのは、なんかあの曲面だったり平面だったりになるわけですね。これを F のグラフというというわけです。で、R2 の場合には、この FXY のグラフというのは、まあ、Z イコール FXY というふうに表すこともできます。さて、ここからですね、その多変数関数を定義しましたので、一応この微積分に必要な概念としまして、次にその関数の極限について議論していきたいと思います。まあ、大体この辺の流れは一変数関数と一緒ですね。ですので、まあ、一変数のやったことを多変数でもやるという感じで聞いてください。でここではまず、この fxy としまして、こういう関数を考えます。あの例題にありますけれども、x2 乗プラス y2 乗分の 2xy という関数を考えるんですけれども、この時に、その x と y がそれぞれ00限定に近づいていった時に、この fxy の振る舞いがどうなるかということを調べてみます。まず、最初に、まあ、だから xy をですね、00に近づけるというのは、いろいろなやり方があるんですけれども、とりあえず、直線 y イコール x に沿って近づけることを考えましょう。だから、こんな感じですね、こんな感じで近づける。その時に、y イコール x に沿って近づけるということは、xy をですね、あるパラメータ t を使って tt っておきまして、t を0に近づければいいわけですね。こうすることで、その直線 y イコール x に沿って、こう、xy を0に近づけるということになります。で、この時にこの tt っていうのをこの f に代入しますと、これ実は 2t 分、2t 2乗分の 2t 2乗で、これ1っていう定数なんですね。だからこの関数は直線 y イコール x 乗では1という定数を取っているので、t が0に近づいても、その値は1のままですよということになります。で次にですね、今度は x 軸に沿って近づける場合、つまり、直線 y イコール0に沿って、まあ、正の方向からですね、x の正の方向から近づける場合を考えましょう。でこの時に、この時はその x と y をですね、t0 っていうふうに置けば、この xt を変えれば、この点は x 軸上を通りますから、この xy を t0 と置いて、t を0に近づけると。でそこでこの f の t0 を先に計算しておきますと、これは実は 2t2 乗分の0で、これ0なんですね、常に。だからこの関数は x 軸上では常に0なので、この t、この形で近づけていった場合には、この t は0のままということになります。そうすると、その、x 軸上からこう0に近づいた場合と、y イコール x 上で0に近づいた場合と、x 軸で0に近づいた場合で、関数の値が異なるってことになるわけですね。で、さらにもう一つ、原点の周りを回りながら近づける場合なんですけれども、これは、x イコール r コサインシータ、r サインシータというふうに変数変換を置いて、で、r を0に近づけつつ、シータも0に近づけると。あ、実際には r0 に近づければシータはどこでもいいんですけれども、そうしますと、この関数ですね、r コサインシータと r サインシータを代入すると、実はサイン2シータってシータの関数になるんですね。で、これ何意味しているかっていうと、その先ほど、この、例えばこの xy 平面上だと、これ、θ に依存する値をとってですね、その、sinθ っていうのは結局、こう、うねうねする周期関数ですよね。そう例えば、原点を中心にするある円を一周すると、そこで関数の値がうねうねするっていうことを意味しています。周期を持ってこう変化するという意味しています。ですので、あ、これはなんか R が0に近づいたときに、この関数って収束しないなっていうことになるわけですね。でちなみに、この R が sinθ っていう関数で、僕が学生の時にですね、これ初めて勉強した時に思い浮かべたのが次のものなんですけども、
このシャンプーハットっていうの皆さん見たことありますかね。一応ここにイラストをつけましたけれども、イラスト屋さんのイラストつけましたけれども、ちっちゃい子供がシャンプーをするときに頭につけて、でシャンプーが目の入ってこないようにプロテクトするっていう、そういう器具なんですね。で近年では高齢の方の介護にも使われているようなの製品もあるようなんですけども、このシャンプーハットって実はこれ一応商品の写真持ってきましたけど、こんなふうにこう波打っていまして、先ほどの関数よりはちょっと波の周期がたくさんあります、小さくてたくさん波がありますけれども、なんかこういう波打った周期のものがこう原点まで続いていると、まあ、そういう感じだなというふうに僕は想像しました。で一応ですね、ちなみにこういう画像の利用については、学術的な用途においては出典を明示して引用するっていうのがルールになっておりますので、一応これ赤ちゃん本舗から撮ってきた、最初から撮ってきた写真なんですけれども、あとまあイラスト屋さんのイラストは多分皆さん今日本全国津々浦々で見かけるので、まあ見ればわかるかもしれませんが、一応今後使う人もいるかもしれないと思って、このリンクを貼ってきましたので、参考にしてください。まあこういう形の関数なわけですね。ということで、その今まで見た感じだと、限りだと、そのまず多変数関数においては、その x と y がある点に近づく近づき方によって、その極限値が異なったりですね、あるいは今回の例のように極限値が存在しない場合もあるというところがまず大事な点です。で、それからあと、ここはですね、一変数関数とちょっと扱いが異なる、ちょっと複雑になる点であります。で、多変数関数の極限値っていうのは、その x と y がどのような近づき方をしてもですね、一定の値 α に収束する場合に存在すると。これが今日伝えたい大事な点の一つです。ということで、その多変数関数の極限値として、その定義ですね、定義は、定義1とは書いてませんけれども、一応勝手につけました。127ページの下の方にテキストがありますので、教科書と比べてみてください。で、F が D で、D 上で定義された関数で、それから F が D の点 A で極限値を持つ場合ですね、極限値 α を持つというのはどういうことかっていうと、その点列、D の点列があってですね、これは A を含まない点列なんですけども、これが A に近づくときに、そのどんな点列であっても、この FPJ がある値 α に近づく。でこういう条件が満たされるときに、この、F はですね、P を A に近づけていったときに FP は α に近づくと。つまり FP の極限値、FP の A における極限値は α に等しいというふうに言います。またはこれをそのこういう記号でも表すということで、多変数関数の極限値をこのように定義しますので、押さえておいてください。でまた、この定義1というのは言い換えることができまして、でこれは教科書です128ページ の, 定理 4.2 に書かれていることなんですけれども、先に紹介しておきます。この F ですね、D で定義された関数が D の点 A で極限値 α を持つとは、任意の正の実数 y に対して、ある正の実数 delta が存在して、で、P が D の点で、かつ D と A の距離がデルタより小さいならば、この FP と α の絶対値の差は y 未満に抑えられると。まあ、これは一変数の時の y デルタ論法による定義に対応したものですけれども、まあ、こういった定義も同値な定義として使うことができます。それからと、多変数関数の極限値については、一変数関数と同じようにですね、いくつかの性質があります。ここではその D を R の2の分集合として F と G が D から実数への関数として、これが D の集積点 A に対して、まあこういう2つの極限値が存在するというときに、まあ次は成り立つんですね。一つはこの極限値の定数倍と和ですね、これが交換できるということを言ってます。それからと極限値の積も積の関数の極限値に等しくなるということも言っています。あとは割り算ですけれども、この GP が0ではなくて、あとベータも K
極限値ベータも0ではないときには、こういう極限値の割り算も交換できるということを言っています。この辺は1変数の関数の極限値とほぼ同等の性質ですので、確認しておいてください。で、今日ですね、もう一つ伝えておこうかと思うのは、この極限値の具体的な計算なんですね。で、多分演習でも問題が出てくると思います。具体的にこの関数のこの点における極限値を計算しなさいと。もしくは極限値が存在するかしないかを判断しなさいっていう、そういう問題が出てきます。で、その、標準的なやり方を一つ示しておきます。で、一つは、極限値が存在しないことを示すっていう方法でして、これは先ほどの例題でもありましたように、その複数の方向から、ある点に近づけていった時の関数の極限値を求めて、それらが一致しないことを示せば、極限値が存在しないということが示されます。教科書ですと、128ページの例題 4.2 の括弧1というのがあります。ちょっと今日時間の都合で飛ばしますけれども、必要に応じて復習しておいてください。それからと、極限値の存在を示す場合というのもいくつか基本的な方法というのがあります。一つ目は、与えられた関数の絶対値に関するその三角等式を作って、上下を評価して、極限値に推測することを示すという方法ですね。これは教科書の128ページの例題 4.2 の括弧2にありますので、すみません、今日もこれ時間がないので詳しくは取り上げませんが、ちょっとまず各自で読んでみて、分からないところがあったら演習などで質問してみてください。で、もう一つの方法としましては、これ、x と y をですね、この方での r コサインシータと r サインシータへの置き換えを行って、上階を r のみの式で表して極限値の存在を示すと。これは原点における極限値の存在を示すときにこういう方法が使えます。で、ちょっとこれはちょっと例題がなかったので、今ここで説明、紹介しますけれども、例えばこういう関数ですね、x2 乗プラス y2 乗分の 2x3 乗マイナス y3 乗プラス x2 乗プラス y2 乗と、こういう関数の原点における極限値のを求めなさい、もしくは存在を示しなさいという場合なんですが、ちょっと試みに y 軸に沿った極限値と x 軸に沿った極限値を計算すると、共に1であることが分かります。ですので、もし極限値が存在するならば、それは1でしょうということになるわけですね。でそこで、先ほどのアプローチでですね、まず、この x2 乗プラス、この関数、マイナス1っていう式を評価するんですけど、これを書き換えて、まずこう書き換えます。でそれからこれを、r コサインシータと r サインシータ代入して評価すると、こういう形で評価することができて、これ三角等式使いましたね。三角等式使って、さらに上から押さえます。コサインシータとサインシータは共に絶対値1以下ですから、これを押さえると、3r っていう形になって、これは値はもう r を0に近づければ無条件で0に近づくということが分かりますので、これによって極限値は1であるということも示すこともできます。こういう演習問題も多分あると思いますので、各自やってみてください。